全然違う。どうも、クニンです。今日はですね、グローブのメンテナンスについて紹介したいと思います。僕が持ってるグローブなんですけども、結構比較的新しいものばっかりなんですけども、中には Z のような使い古してるグローブも結構あります。こちらのグローブなんですけども、先日の練習試合でサードで使わせてもらったんですけども、皆さん以前このグローブを紹介した時と何か変わってませんか？実はですね、このレースの部分を締めました。この小指からずっとこうやってね、繋がってる1本のここの紐の部分をですね、実は締めたんですよ。もうこのもの結構ね、ペコペコで、例えばボールがここに当たるともうこんな感じでね、下手したらいっちゃうようなもうね、ペコペコなグローブなんですよね。で、軟式でこれ使った時も、最初僕趣味について、あ、やばいと思ったんですね。何がやばいかというと、僕試合中にこの紐を締めたんですけども、初回守った時に、ちょっとその練習でゴロとさばいた時に、ここがもう緩すぎてボールを掴んだかどうかわからないと、ボールまで入ってるのか入ってないかわかんなかったんですね。これはまずいということで、試合中にこの紐を締めさせてもらいました。そうするとある程度ここにロック感ができて、打球がこの辺入っても取ったかどうかがわかるようになったんですね。まあ、そういったことをちゃんと確認できるグローブにするために締めたんですけども、その結果功を奏しまして、実際に強いサードライナーが来たんですけども、無事処理することができました。長年使ってくると、まあ、耐久性の面でちょっと衰えてくると思うんですけども、そうなってくるとやっぱり紐の部分とか特にね、直でやっぱりこう伸びてきますから、まあ、ここが広がってくると、広がってきていい感じになる段階を過ぎると、今度はねもう本当入ったかどうか分かんなくなっちゃうので、まあ、そういった時に紐を締めてあげることで、またねちゃんとグローブかボールに入ったかどうかもちゃんと分かるし、ボールが入ってこう負けないようにするためには、やっぱりここの紐をね、ある程度のところから締め直すとね、すごくいいんじゃないかなと僕は思います。ここの紐を締めるとかもね、比較的誰でもできるんですね。紐の締め方なんですけども、まずここをね、ほどいてもらうと、あとはここがまずここに繋がってますよね。ここで、これがこうバッテンでここにこの通って、この裏側からこの部分ですね、この部分繋がってると、で、ここがまた戻ってきて、ここになってるっていうね。で、今度またこっち行って、このこっち行って、で、またこっちに出てくるっていう形で、基本ね、一本の紐で繋がってますので、緩めたり締めたりするのは簡単なので、皆さんもね、ほんとね、使い込んだグローブならね、打球が上の方に入ると、取ったかどうかわかんないとか、負けちゃうとかね、打球に負けちゃうっていう場合は、ぜひね、ここの紐を締めてください。逆にこの今年手に入れたローリングスさんのこの内野仕様モデルとかに関しましては、僕今緩めてるんですよ。緩めてできるだけこの広い面で撮りたいということで緩めてるんですけども、まあ、これも本当にもうグローブがペコペコになってきたら、さすがにここに入った時に分かんなかったりとか、あとは負けちゃうってことも出てくると思うので、そしたらね、この部分とかをまたこうギュッとね締めていこうかなというふうに思っております。で、耐久性とは別にですね、僕このドナイヤのグローブに関しましては全然ペコペコにもなってないんですけども、締めさせてもらいました。これはですね、なんで締めたかというと、ちょっとこの広がってると、僕の中でちょっと使ってると違和感があったというか、僕の手に対して広がりすぎてるというか、自分の中ではなんですけども違和感がありまして、なんか違うなーってずっと思ってたんですね。で、逆に一回ここをね、この部分を少しね、さらに緩めてみたんですけども、あ、この緩める方向じゃないなっていうことにちょっと気づきまして、逆に締めてみたんですよ。そうすると僕の手に対してちょうどいい具合のグローブの開き具合になりまして、個人的になんですけども、すごく感覚的に掴みやすくなったんですよ。まあ、ほんとちょっと大げさに言うと別のグローブを手にしてるぐらいの感じの感覚の違いを感じましたので、すごくいい方向に紐を締めたことで働きました。なので皆さんもこの4本の指の部分に関しましては、締めたり緩めたりっていうのを結構やることで、かなりグローブの履いて感じも変わってきますし、でさらに言うとね、その耐久性がちょっと失われつつあるグローブを再度ね引き締めるという意味でもかなり役立つ部分だと思いますので、この部分ですね、皆さんもぜひね、使い込んだグローブは打球に負けそうであったり、掴んだことが分かんないって状態になった場合は締めてあげると
でそれ以外にもそのまだまだね使えるグローブでも締めてあげることで自分のさらにね納得するフィット感のあるグローブに仕上がる場合がありますので、ぜひこの部分はね皆さんもいろいろと考えて試行錯誤して締めたり緩めたりしてみてください。かなりこれだけで変わります。ということで今日紹介したのはこのグローブの指の部分の紐を締めることで劇的にグローブの使い方であったりグローブの感覚が変わりますよというお話でした。皆さんもぜひ参考にしてみてください。今日の動画は以上となります。応援コメント、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それでは失礼します。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ。きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。